建造が中止され未完成となったワシントンの戦隊1922年4月の撮影ワシントンはアメリカ海軍の未完成戦艦でコロラド級戦艦の3番艦である。ワシントンの名はアメリカ合衆国の42番目の州であるワシントン州にちなみその名を持つ艦としては8代目である。ワシントン海軍軍縮条約により建造中止になり標的艦として処分された。 アメリカ海軍はダニエルズプランに基づきテネシー級戦艦の発展型として16インチ砲8門を装備したコロラド級戦艦を4隻建造することになった。1番艦コロラドと3番艦ワシントンがニューヨーク造船会社で建造された。1919年6月30日、ワシントンはニュージャージー州カムテンにあるニューヨーク造船所で寄港。 1921年9月12日に浸水した。同年11月よりワシントン軍縮会議が始まる。1922年2月のワシントン海軍軍縮条約締結による戦艦保有枠の削減に伴い、工事進捗度約80%で建造中止となった。ニューヨーク造船所で工事が進んでいた3番艦ワシントンが廃艦対象となり、 ニューポートニューズ造船所の4番艦ウエストバージニアが建造続行となった背景には失業対策や作業量割り当ての兼ね合いがあったという。廃棄対象となったワシントンは1924年11月バージニア岬沖で標的艦として処分されることになった。当時のアメリカでは陸軍のウィリアム・ミッチェル大佐がヘルゴラント急戦艦オストフリースラントを 爆撃実験で撃沈したことを利用し、航空機で戦艦を撃沈できる、航空兵力はすべての軍艦を時代遅れにできると主張していた。続いて、イリノイ級戦艦のアラバマ・バージニア級戦艦のバージニアとニュージャージーを航空攻撃で撃沈した。旧式戦艦をアメリカ陸軍航空隊が撃沈した前例と異なり、ワシントンの実験はアメリカ海軍が行った。 11月23日、ワシントンはまず航空爆弾と航空魚雷の標的となり、2発の魚雷の命中と3発の1.1ショートトン爆弾の資金弾を受けたが、損傷は警備で、さらに400ポンド爆弾の空中炸裂による資金爆発にさらされたが、健在だった。2日後の11月25日、戦艦部隊による砲撃が行われ、14発の14インチ砲弾が、 命中したが、装甲を貫通した弾は一発のみであった。改めて行われた戦艦ニューヨークと戦艦テキサスの砲撃により、14インチ砲弾14発が命中する。ワシントンは浸水により沈没した。この一連の実射実験により、アメリカ海軍は既存の戦艦の装甲防御は不十分であると結論付け、これ以降建造される戦艦に、 多重防御の強化が取り入れられるきっかけとなった。一方で、航空攻撃により戦艦を撃沈できなかったこと、近代的防御の軍艦が爆撃に対して強靭で、あるとの評価が得られたことに対し、ミッチェルは海軍が事実を隠していると攻撃した。ありがとうございます。